はいどうも、天文の DOG です。今日はね、小川のオーナーロッジタイプ 52R の TC バージョン、こちらをご紹介したいと思います。こちらはね、2022年の最新バージョンになってまして、 TC タイプでございます。じゃあ普通のと何が違うのとか、いろいろ疑問に思う方もいますし、このオーナーロッジってそもそもどんなテントって思う方もいらっしゃると思いますので、設営のコツなども最後に入れさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで今日は小川さんのオーナーロッジの TC バージョン、こちらをご紹介したいと思います。どうですか、見てください、このデザイン。別にね、僕が作ったわけじゃないんですけども、この家型のテントで一度はね、見たことあるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。憧れちゃいますよね、これね。めちゃくちゃ可愛い。この格子状の窓がね、メッシュタイプになってまして、このね、斜めに切り出すことで、もうこういうデザイン素晴らしいですよねと言うしかないんですけれども、このテント建てるの難しいだろうなとか、なんか重量重そうだろうなとか、なんか結構狭そうだななんてネガティブなイメージを持ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思ってまして、実は私もその一人でございます。可愛いんだけれども値段はちょっと高いし、実用的にはどうなのかなと思ってる方も多いんじゃないかなと思いましたので、ぐるっと後ろ行ってご紹介したいと思いますね。はい、これ真後ろになってます。このポールはね、別売りなんですけども、 2m のポールを2本設定してるだけで、このね、跳ね上げとかは特にね、難しいことはないような形になっております。このテント自体は横幅が 3m10 で、奥行きが 2m60 になるんですよ。すなわちですね、中見てもらえればと思うんですけれども、140センチサイズのダブルベッド1枚を置くと、もう半分がね、使える印象かと思うんですけれども、これを2枚置くと、まあ、パンパンになってしまうっていうようなサイズですね。メーカーとしては5人を推奨してるんですけれども、だいたいダブルベッドサイズなので、大人2人と小さいお子さん1人、もしくはこれを2つ敷くことで大人4人、そのぐらいを対応してるかなと思います。大人2人子供2人だとちょっと狭いかなというところがありますので、2人から3人、場合によっては4人ぐらい使えるのかなと思っております。でも全部寝るスペースにしてしまったら、椅子とテーブルどこに置くのというところなんですけども、しっかりね、これ跳ね上げをすることで全室が作れます。今ね、ちょっとね、大きめのすごい椅子っていうのを置いてるんで、対面にしてますけれども、しっかりね、これ詰めることによって2脚2脚置けるので、やっぱりね、4人ぐらいはちょっと狭いですけども泊まれるかなと思っております。おすすめとしましては、カップルであったりお子さん1人の方に使うのがいいんじゃないのかなというところで、しっかりね、こうやって全室を作ることで広々と使えるので、狭くてちょっとあれなんじゃないかなと思ってる方は、ここの問題はクリアできるかなと思います。これ私 TC タイプ今年発売しましたよとお伝えしましたけれども、これね、今まで生地がですね、ブラウンを基調としたポリエステルのテントが出てたんですね、オーナーロッジ。それはそれでね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ブラウンを基調とした方がいいよっていう方はそっちもおすすめなんですけれども、そうするとやっぱりね、この狭いテントでオールシーズン使えないかもって思う方も結構多いんじゃないかなと思いました。そんな時にね、今年この TC タイプを発売してくれて、いや小川さんすごいですね、今日見てください、気温 35.5 度ですよ。めちゃくちゃ暑いんですけれども、このね、 TC、 通称ね、 TC と呼ばれてますけど、コットンとポリエステルの混合の生地でございます。そうするとね、コットンが含まれてますので、濃いね、影を作ってくれるんですね。結構涼しいですよ。で、風もね、結構抜けるので、このぐらいの気温でも夏キャンプ全然使えると思います。さらにですね、インナーテントに入ってで中に入りますと、私ね、175センチなので、ここ前室はかなりかがいますね。腰は痛くなるんですけれども、こんな感じで立てます。ちょっと頭が端っこに行くとつくかなっていうところなんですけども、ちゃんとね、こうやって歩いて出入りするので、高さもね、しっかりあるテントになっております。マットね、こうやって敷いていただいて、ここのね、窓から覗く景色はね、めちゃくちゃ最高ですね。こういうのはなかなかないので、やっぱりこのテントの特徴かと思いますし、やっぱデザイン性に優れてる点で憧れるテントの一つなんじゃないかなと思います。正直ですね、このテント暑いかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ涼しいですね。前後の風
風もすごく抜けますし、なんたってですね、屋根がポリコットになってるんですよ。これすげえなと思って、こっちのね側面はポリエステルになってるんですけども、屋根が PC タイプになってます。強い影を作ってくれるし、横はねここはねポリエステルになってるんで汚れに強かったりします。ハイブリッド素材になってるんですね。はい、じゃあアウターテントはどうなのかというと、天井がねこれポリエステルになってるんですね。これめちゃくちゃすごいですね。 TC タイプの欠点の一つである水をね吸収しちゃうので、結構ね耐水圧がね悪かったりするんですよ。実際別に TC タイプだからといって雨に弱いっていうことはないんですけども、ポリエステルの方のが十分ね撥水性があります。このオーナーロッジの TC タイプは屋根実はねポリエステルになってるんですよ。ここが TC じゃないって面白いなと思って、じゃあここをポリエステルだったら日差しガンガン来ちゃうんじゃないかっていう時に、インナーテントのてっぺんが TC タイプになってるんですよ。このハイブリッド仕様しっかりね二重構造になってるんで、結露も防げるし撥水性も保たれてると。しかも側面は TC タイプになってるんですね。これはなかなかないですよ。なんで側面を TC にするかっていうと、こっからのね遮光っていうところはもちろんなんですけれども、風合いが全然違います。また前に行ってみましょう。これね今日ね普通のオーナーロッジと見比べられればよかったんですけれども、このねコットンを使ったことによって風合いがかなり出るんですよね。これはやっぱちょっとね使ってみたり触ってみないとわからないことではあるんですけれども、このてっぺんのねポリエステルの生地とこのコットン含まれた TC タイプでは全然正直違うんで、よりこのクラシックな家型のテントを表現するためには抜群の生地感だと思っております。なので普通のバージョンがですね99,000円で、こちらがね110,000円が定価になってて、若干お高くはなってるんですけども、このね白を基調としたクラシック感、またね快適性というところに関しては TC がねすごい上回るんじゃないかなというところは思います。ということでこのテントをね買うに際してちょっと狭いんじゃないかなと思うところはクリアになったかと思いますし、ちょっとなんか快適じゃないんじゃないかなと思うところもクリアになったかと思います。じゃあね最大の難点であります設営、めんどくさいんじゃないかなって思う方いらっしゃると思います。私もねこれ最初見た時に、うわめっちゃ可愛い、でも TC ならいいじゃん、でもやっぱ設営は大変なんだろうなと思ったら全然大変じゃなかったというところで、重さはねちょっとあるんですけれども、設営が簡単ですよと風景につながって最後まとめさせていただきたいと思いますので、最後までお願いします。はい、ということでオーナーロッジの設営編なんですけど、まず簡単にねこういう感じでフレームを組み立てます。おいちょっと難しそうじゃねえかよと思いのそこのあなた、フレームが入ってるのをただ接続するだけなので全く問題ないです。まず赤と赤、そして青白白青っていう感じで組み立てて、別にねボーっとしてても組み立たるのでこれは全然簡単だと思います。ただね一つネックというのが、このねピンが合ってないと後でねフレーム破損する恐れがあるので、これですね、このピンが例えばねこういう感じでも入らなくはないんですけれども、しっかりね中でカチッとねするように合わせていきます。さっきのね格子状の窓の方がこっち側ですね、これ間違えないようにしていただければと思います。下のポールを接続して一つね曲げた状態で置いてます。これね四隅全部立てるともっと高くなるんですけど、フライシートかけるときにねちょっとめんどくさいので一つ折って低い状態にしとくといいと思います。そうしましたらフライシートをかけていくんですけども、前の部分がねゴムのようになってるとこがこちらにかかりますので、これを前にしてふわっとねかけていきます。この辺もね今一人でかけてますけども、二人でかけた方が楽ですね正直ね。こんな感じでざっくりとかけましたら、このねテープとかが引っかかってる場合があると思いますので、こういったねビルディングテープを絡まらないようにして、ここですね角っこにテープがあるのでこれを巻きつけることを忘れないようにしてください。こっちもビーッと引っ張ってですね、テープがね4箇所ついてますので、それぞれポールに結んでください。そうしましたら最初ね言ったこのゴムのねクチュクチュっていうところの前のところにもねマジックテープついてますので、クッと引っ張ってこうね止めると綺麗に並べます。これをね全部やっていきますね。まあほんとね力をね特別使うとかそんな感じもないですし、このテントを設営難易度10個あるテントで何位ですかって言われたら、そうですね簡単な方から数えて3番目ぐらいになるんじゃないかなぐらいの感覚ですね。設営すごい楽なんですけども、撤収ねこのフレーム
をね抜くときがちょっとピンがね硬かったりするんで、そこだけがちょっとあれかなと思うんですけども、そんなに問題はないです。こんな感じでね、皮ごと言ってたらフライシートがかかりましたので、これね全部立てていきます。ポールをね全部立てたら、これね最初のテープにねグロメットがついてるので、これね上下間違えないようにしてください。ここのね最後にペグするとこが下に来るようにして、グロメットをね入れていきます。こうすることでね、だいたい大きさが定まってくるんじゃないかなと思います。あとはね微調整は最後でいいかと思います。そしたらねインナーテントを、こっちのね格子状の窓が前に来ますので、そこにねフックが上にかかってます。その対角線の一番後ろを持って、ここですね赤のフックにかけていきます。で僕はもうこの時にこっちの赤のフックもかけちゃいます。でね奥からこっちは白いフックにかけて、青いフックにかけると、こっちも同様ですね。こっちは青白が逆なんで、青かけて白かけてという具合になります。そしたらこれ後ろからなんですけれども、前からね見た方が見やすいかと思いますので、グロメットついてますね。これをさっきのとこの下に入れていくイメージになります。後ろから入れないと出れないんで、こんな感じです。そうしましたら、こういうねインナーテントのループにペグをかけたりですね、ここのですねスカートの部分にしっかりペグすることで綺麗にね生えますので、トーンロープが全部で4箇所ついてますので4箇所貼ります。そうすることでね綺麗に設営できます。そして裏行ってね、跳ね上げも簡単ですね。バーッと立てたところにスカートのところにグロメットついてますから、そこにポールを入れて、このポールもねロープも別売りなんですけども、かけてね45度先にペグダウンします。そしてこんな感じでね引っ張っていきますよ。はい、こんな感じで綺麗にね立つことができました。でこの辺もね今ヘナヘナですけれども、スカートをねピタッと貼ることで綺麗に貼ることができますので、何の難しい問題もないかなと思っております。はい、ということで今日は小川のオーナーロッジの TC タイプ、こちらをご紹介しましたけども、3つの欠点ですね。もしかしたら狭いんじゃないの、タープを使えば全然広いです、なんか利便性悪いんじゃない、暑そう、 TC タイプなのでガッつり日差しを作ってくれますし、フライシートはポリエステル、そしてインナーのてっぺんは TC というハイブリッド仕様で快適に過ごせます。そして3つ目、設営難しそうだな。全然そんなことないです。パパパパパーっと10分15分で一人で設営できます。これねお二人であればめちゃくちゃ簡単ですので、ぜひねトライしてみていただければと思っております。ただねこのテント11万するので、なかなか手が出ないよという方は、このテントレンタルができるテントモンスターレンタルというものを私 DOG がやらせていただいておりますので、ね、概要欄ぜひチェックしていただければと思っております。ということでこの動画良かったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でーす。Digging gold, I've been crying.